Guns and Roses, Guns and Roses, Guns a n Roses, 略称 GNR は、アメリカ合衆国出身のロックバンド。1980年代末から流星を極め、全米で4、200万枚、全世界で1億枚以上のアルバムセールスを記録。世界的にもトップクラスのロックバンドとして認知された。その後、活動縮小した時期が長らく続いていたが、2000年代中頃から、 また活発な展開をしている。2012年にロックの殿堂入り、ローリングストーン史選出、歴史上最も偉大な100組のアーティスト第92位。1985年3月、ハリウッド・ローズのアクセル・ローズとイジー・ストラドリン、L ・ A ・ガンズのトレーシー・ガンズらによって結成される。バンド名は互いの全身バンド名を組み合わせ、ガンズ・ウェローゼーズと名付けられた。 しかし、このメンバー構成は長続きせず、トレーシーガンズをはじめとする、L、A ガンズの3人の元メンバーが、相次いで脱退。代わりに、ベーシストのダフマッケーガン、ギタリストのスラッシュ、ドラマーのスティーブン・アドラーが加入し、初期ラインナップが完成する。なおこの頃、アクセルローズに5万ドルで、引き抜きの話が来たが、こんな金額じゃガンズローゼズにははした金だと言って、 そのオファーを決定。1986年3月、契約金7万5000ドルでゲフィンレコードと契約を締結。同年末に、記事ライブ EP、ライブ、ライク、エースーサイドを1万枚限定でリリースし、レコードデビュー。実習レーベルを装って、ゲフィン参加から発売され、すぐに完売した。1987年7月、アルバム、 アペタイト・フォー・ディストラクションでデビュー。全米ビルボード初登場182リリース直後には、ロボットが女性をレープするジャケットの絵柄に、人権団体等からの抗議により販売が見直された。結果、アクセルの右腕のタトゥーである十字架柄に変更した。当初、バンドメンバーのアルコールやドラッグの問題から、MTV がミュージックビデオの放映を拒否するが、 ケフィンレコードの上層部の説得で、ウェルカムトゥザジャングルが放映されると一気に人気に日がつき、月50週間後に1位まで上り詰め、これまでにアメリカで1800万枚以上、世界中では3000万枚近くも売り上げている。このアルバムからのリカットシングル、スイート・チャイルド・オブ・マイは、全米1位を獲得し、ウェルカムトゥザジャングルやパラダイス・シティなども、全米10位内にチャートイン。 1988年、ライブ、ライク、エースーサイドにアコースティックソング4曲を加えた EP、GN、R ライズをリリース。この EP は、1989年5月には、チャート2位までランクアップし、2作とも全米アルバムチャートのトップ5にランクインさせた。これまでに、アメリカ国内だけで500万枚以上、全世界累計では1200万枚以上も売り上げている。 1990年、ドラッグ中毒を原因に、ドラマーのスティーブン・アドラーが解雇される。公認にザ・カルトのマット・ソーラムが加入。同時期に、キーボードのディジー・リードが加入。1991年、4年ぶりのスタジオアルバム、ユーズ・ユー・アイ・リュージョン・アイ、ユーズ・ユー・アイ・リュージョン・イを2作同時リリース。世界中のチャートで1位、2位を独占。現在までに合わせて、 約3000万枚も売り上げている。同年秋、ギタリストのイジー・ストラドリンが脱退。元キャンデー、元キル・フォー・スリルズのギルビー・クラークが加入。後に、アクセル・ローズは、当時を振り返って、同年のユーズ・ユア・イルージョンツアーに出たことが、オリジナルラインナップ崩壊につながったと主張している。1993年、パンク楽曲を中心にした。 カバーアルバム、ザ・スパゲッティ・インシデントをリリース。全米4位にチャートイン。同年、約2年半続いた、ワールドツアーを終了。合計約700万人以上を動員し、アメリカの経済誌、ホーブスによる、世界で最も稼いだ、バンドで1位に。1994年、ギルビーが解雇され、アクセルが、友人のポール・トバイアス、加入時は、ポール・ヒュージ名義を、 全くの独断で加入させる。スラッシュに無断でポールのギターフレーズを追加したシングル悪魔を哀れむ歌をリリース。スラッシュ及びダフがアクセルへの不信感を抱き、脱退のきっかけとなった。1995年、スラッシュがスラッシュズスネークピット名義でアルバムを発表するも、アクセルがガンズローゼズで発表すべき曲を勝手にリリースしたとして訴訟を起こす。 1996年、スラッシュが脱退。1997年、アクセル・ローズが、ガンズ・エヌ・ローゼズという、バンド名を法的に獲得。同時期にマット・ソーラムが解雇される。1998年春頃、ダフ・マッケーガン脱退。オリジナルメンバーは、アクセルだけとなる。1999年、映画、エンド・オブ・デイズのテーマ曲として、 約8年ぶりとなる新曲をマイゴッドを発表。この曲は本映画のサウンドトラックに収録されている。同年11月23日、初の2枚組ライブアルバム、ライブエラ87-93をリリース。2001年、ブラジル、リオデジャネイロにて、ロックインリオに出演。当時メンバーは、バケットヘッド、元プライマスのブライアン・マンティア、ロビン・フィンク、ポール・トバイアス、 元リプレイスメンツのトミー・スティンソンら、アクセル自身、表舞台に全く姿を見せていなかったため、見事なまでの激太り、もアピールしていた。一層イージーの演奏中、観客の一人が着ていたスラッシュの T シャツが気に食わず、ステージ上からセキュリティに命じて T シャツを取り上げるという場面があった。この日は、チャイニーズ・デモクラシー、ストリート・オブ・ドリームス、マダガスカル、 シルクウームズなどの新曲を披露。2002年、MTV ビデオミュージックアワーズのサプライズゲストとして登場。番組の企画段階から外部への情報をシャットアウトし、一部関係者以外はスタッフさえも出演することを知らされていなかったとされ、番組スタッフが機材を運ぶときに、箱にガンズローゼズと書いてあるのを見て、初めて当日の出演を知ったという話もある。 夏には4度目となる来日公演として、サマーソニックレーニー出演した。開演前の照明トラブルにより、スタートが約70分遅れた。一般 TV への放映禁止、カメラマンは専属のカメラマンをつけて、写真もオフィシャル以外での掲載を禁止したため、メディアへの公開は非常に少なかった。大阪では、曲中に、東京、と叫んでしまい、その後の MC で、 大阪だったよな、と謝るシーンがあった。その後、海外のロックフェスへ出演を重ね、新しいラインナップでの活動を本格化していくことになる。2004年、初のベストアルバム、グレイテストヒツをリリース。新曲は一切収録されていないが、全米だけで400万枚を超える売り上げを記録。アクセルと元メンバーのスラッシュ、ラフは、 自身の承諾を得ていない作品として、ゲフィンレコードを提訴している。同年、過去にバンドを脱退した、スラッシュ、ラフ、マッケーガン、マットソーラムラベルベットリボルバーを結成。2006年、MTV ビデオミュージックアワーズに、ラストパフォーマンスアーティストのザキラーズの紹介として、アクセルが登場。たった10秒間の登場だったが、アクセルがこのためだけに、 テレビ出演するのは初めてである。また、一部のツアーで、イジーが仮復帰し、大きな話題となった。2007年7月14日、14年ぶりとなる、単独来日ツアーを開始。初日は、予定より59分押し、2日目は150分以上、押しでの開演となったが、初日の終演後、現体制では、初めての、ドンとクライを演奏たり、2日目にもアクセルが退場後に、 姿を見せるなど、他公演では見られなかったパフォーマンスとともに、ツアーは成功に終わった。このツアーでは、7月18日に、約19年振りとなる、日本武道館での公演も行った。同年9月、バンド結成前から、アペタイト・フォー・ディストラクション発売直後まで彼らを追いかけ続けたスラピューの親友、マーク・カンターによる本、レックレス・ロードが発売。 2008年3月27日、アクセルは公式サイトにて、ベルベットリボルバーのマネージメントでもあるアービン・エイゾフが率いるエイゾフ・ミュージック・マネージメントと新たに契約しことを発表。同年10月16日、ユニバーサル・ミュージック公式サイトにて、年内に新アルバムを世界同時リリースすると正式発表。その後、未発表曲9曲を、 自身のサイトで流したブロガーが著作権法違反の容疑で逮捕される事件も起きた。同年11月23日、アルバム、チャイニーズ・デモクラシーをリリース。2009年1月30日、バンド結成前から、アペタイト発売直後までの秘蔵の写真900点と、当時の関係者20人以上の証言を取りまとめた、レックレスロードの日本語版が発売。 同年3月21日、今後のツアーにおけるロビン・フィンクの代役として、DJ や芝が加入。同年12月、チャイニーズ・デモクラシー・ワールドツアーとして、アジアで4公演のツアーを行う。台湾、韓国公演に続き、2年ぶりの来日を果たし、大阪と東京で公演を開催。大阪公演は午後9時過ぎから3時間を超えるパフォーマンスを行い。 終了時間は次の日の0時12分であった。3日後の東京では午後6時35分頃から3時間半を超える公演を行ってアジアツアーは終了した。2010年1月カナダ公演、同年3月から7月南米ロシア北欧公演、同年4月スラッシュのソロアルバムにアクセルを除いた結成時のオリジナルメンバー全員が参加した。 同年8月、レディングフェスティバルで終了時間に制限があるため、事前に警告されていたにもかかわらず1時間の遅刻をし、アンコールの前に主催者側により、PA システムの電源は停止。さらに翌月には、ダブリンにおいて40分遅刻した際、ファンからペットボトルなどを投げつけられるなどしたため、ショーを20分で切り上げて帰ろうとした、スタッフの説得により、フルセットを奏した。 2012年にロックの殿堂入りを果たし、受賞式を4月14日に控えていたが、2日前にアクセルは来場をキャンセル、またイジーも欠席。当日はスラッシュとダフ・マッケーガン、スティーブン・アドラー、マット・ソーラムの4人が集結した。プレゼンターとしてグリーンデーが登場し、ビリー・ジョー・アームストロングがアクセルの名を挙げようとすると、観客からブーイングが起こった。 それに対しビリーは大抵のシンガーっていうのはクレイジーなものなんだよね。それは俺が保証するよ。アクセルは歴史上マイクを握ったフロントマンの中でも最高の一人だよ。でも前に進むためには時々自分の人生のずっと前の方の章を読み返さなきゃならないこともあるんだよとサした。また、スイート・チャイルド・オブ・マイン、ミスター・ブラウンストーン。 パラダイスシティの3曲を披露。アクセルの代役にマイルス・ケネディが、イジーの代役には18年ぶりにギルビー・クラークが参加した。同年12月18日、インドネシア公演に続いて、急遽来日。ゼップ東京にて1回限りのショーを行った。セットリストなどは、2009年のチャイニーズ・デモクラシー・ワールドツアーの時とほぼ同一。機材トラブルの関係で、 会場が2時間遅れた。2014年、トミーがバンドの再結成に参加するため一時離脱。ダフが一時復帰した。2015年10月頃から音楽ニュースでオリジナルラインアップの復活が噂されるようになる。翌2016年1月、コーチェラフェスティバル2016にヘッドライナーとしての出演を発表。同時に、かねてから取り沙汰されていたスラッシュ。 ダフの復帰が正式に発表された。4月からライブツアーを開始し、夏からはスティーブン・アドラーが散発的ながら客演した。アクセルとスラッシュの中が険悪になっていたことは、過去に本人たちの様々なインタビューやドキュメンタリーなどで語られ事実ではあったが、今回の復帰については後にアクセルがダフと出演たインタビューで和解した経緯を語った。 同年、アクセルは足を骨折。ライブは、車椅子で結構することとなったことを知った。フーファイターズのデイブ・グロールが同じく足を骨折した際に利用した特注の椅子をアクセルに送り、その椅子に座ったままのパフォーマンスを回復するまでの間披露した。かつてニルバーナが、アクセルに対してかなり挑発的な行動をしていたことなどからこの出来事もニュースで取りざたされるとなった。また、 同年 AC、DC のボーカル、ブライアン・ジョンソンが、喉の不調により、ドクターストップがかかり、ツアー途中からアクセルがシンガーとして参加した。2017年1月、クラシックメンバー復帰後初の来日公演。同10月、ザ・フーとのジョイントライブをアルゼンチンにいて開催。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。